今逆風めちゃくちゃ吹いてます、裏金問題、統一教会問題で。そうなるとやっぱりこの3人の中で誰が一番選挙勝ちやすいかって言ったら、どう考えてもここなんですよね。そうすると今日から今日と明日そして明後日の本番の投票日までに、僕は小泉進次郎さんが麻生さんとにまあお願いに行ったことで、麻生さんとしたら今よし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 と、進次郎かわいいなと、ね、でもちろんこれアメリカからはこれはね、僕言うとめちゃめちゃ否定評価来ると思いますが、これは僕は行きますよ。自分が総理大臣もしなったら8月15日自分の誕生日に靖国参拝行きますよ。高井早苗さん行くとおっしゃってますよね。小泉進次郎さん総理大臣になったらその時に考えるとおっしゃってます。これまでは言ってるんです、見て言ってます。8月15日に言ってるんですね。でお父さんは行かなかったんですよ、総理大臣になって。靖国参拝大問題になりましたから、その前の日とかに行ったんですね。それはアメリカがちょっと待ってくれなんです。ここに日本の総理の気持ちは分かる、それはもうめちゃくちゃ分かる。しかし8月15日に靖国参拝すると中国や特に韓国がうるさい。さあ日本と韓国が喧嘩をすると、日本と韓国とアメリカで、ね、軍事の同盟を結んでるけども、そこに亀裂が入るからちょっとねそれは控えてくれっていうことで、お父さんも控えてきたんですよ。で進次郎さんは慎重な発言してるわけですね。これまでは毎年国会議員になって、彼ももう15年やってるんですかね、行ってきたけども、総理になった時にはその時に判断しますと慎重な発言なんですね。でも高橋さん、私は行きます、かっこいいってなるわけですよ。だから人気があるんですが、じゃあそんなのに行かれたら、これまでアメリカの仲良くやってきた自民党の人たちがアメリカからめちゃめちゃ叩かれるわけですよ。っていうかもうこの人を叩いても仕方ないからここに来るわけですよ、高橋早苗さんのところに。でそうなると日本の国益がどうなるのかっていうリアリティな話をしなきゃいけないっていうことなんですよ。これね、アメリカに対する思いやり予算を、アメリカ軍に対する思いやり予算を下げろとかいろいろと言うんですが、何度も言いますがアメリカに戦争を負けてるんです、日本は。でその後ね、まあ教育をされてテレビや学校でアメリカの悪口言うなとか、アメリカが素晴らしい国なんだ、原爆を落とされているにもかかわらずアメリカの悪口言わないでしょう、この国の国民は。それぐらいアメリカは日本を洗脳してきたんですよ。なのに物をはっきり言う高橋さんがこれ本当に総理大臣になると、これ結構大変なことですよ。だからそれをおそらく想定せずに話をしてるんじゃないのかな。この高橋さんを応援してる人たちは分かります、それ分かります。もう中国の人を逮捕するべきですよ。あの NHK で中国人がね、尖閣は中国のものだなんて言った人は逮捕すべきですよ。でも一方でそんなの逮捕したら中国でいっぱい日本人が捕まるんですよ。よく知ってるんですよ、この人たちは。アメリカや中国というのは日本の常識なんか通用しません。だからこそ威勢のいいことを言ってる高橋さんは、確かに愛国者と言われる人からすれば、まあそういう人からすれば素晴らしい、高橋さんがやってくれるんだね。そうは政治とはうまいこといかないんですよ。だからこそ僕は小泉進次郎さんはかなりリアリストだと思いますよ。だからリアリストで、そのなんだろう、規制、解雇規制とかも緩和しなきゃいけない。これ解雇規制を緩和するってね、簡単に辞めさせることができるっていうことは、役分後も簡単に容易になるんですよ。だその辺がよくまだ伝わっていないから小泉進次郎さんがちょっと叩かれてる部分あると思うんですけども、いずれにしてもこの人間関係です。小泉さん、菅さんもちろん丸です。菅さんと麻生さんは僕はほぼ三角に近い×のように見えて、ここ喧嘩する理由はないです、どっちがキングメーカーか。でまあそういう意味では圧勝すれば菅さんがもうボンと出るんでしょうけど、今回麻生さんが高井さんを応援すると言ったことによって、ここを仲良くしないと俺を無視するのかというところで麻生さんが動いて昨日の状況なんで、それに対して菅さんが小泉さんを麻生さんのところに挨拶に行かせることによって、ここの罰が三角になって、この2人のボスを、まあ
ボスをバックに小泉さんが総理大臣になって動いていこうとしていると。で、僕はこれはすごくいいと思いますけどね。理由は日本が79年間平和であるからです。もちろん危険ですよ、このまま行くと危険な状況なんで監視しとかなきゃいけないですけども、それをやろうとしている小泉さんであってね、ちょっと無計画にいろいろことやろうとしている人たちに僕は見えます。リアリストじゃないです。で、ここダメです。ここが三角で、この辺の人間関係が僕が取材している中でのこの3人、まあ、今回の、この総裁選と。ですから今日、明日、明後日、明後日が最終的な投票日なんですけども、さすがにやっぱり結論は小泉進次郎さんでしょうね。昨日の麻生さんへのお願いは敵作ってないの、この人。やっぱりね、高市早苗さんは麻生さんからするとアメリカに対してどう説明するの、おじいちゃんの代から CIA ですよ、こんなのね。あの黒川がなんかさも俺が見つけてうわって言ってるような、ちょっと政治をしてたらアメリカに戦争を負けて、そのアメリカにべったりな人が日本の総理大臣になったんです。で、アメリカに逆らわないから日本の総理大臣ができてるんですよ。で、もうちょっと言うと、まあ、安倍さんはアメリカ軍から解放されるために当時トランプさんと仲良くしてね、シビリアンコントロールが本当にちゃんと効いてるのかっていうと、そうではないです。アメリカってアメリカ軍とアメリカ政府はだいぶ距離があるんで、だからその辺をゆっくりとやろうとしたのが僕安倍さんであって、だから僕安倍さんはもう亡くなりになってしまったと。何の根拠もないですよ、証拠はない。でも可能性は、暗殺された可能性はある、高いと思います、アメリカの軍隊から。さすがにここはね、ある意味高橋さんはもう言うだけやってやらない人なのかもしれません。これは分からないです。あの、少なくとも僕は彼女のことを評価していないのは、何度も言いますが、7年前に総務大臣をしてた時に NHK が契約書を偽造したんです。週刊文春がちゃんと取材をして、 NHK もそれを認めているのに何もしなかったのはこの人ですから。だからこの人は年齢的にもテレビに逆らうっていうのができないんですよ。もともとテレビのキャスターから来てますから。で、もう一つ言うと、この人自民党からスタートしてません。高市さんは新進党ですよね、確かスタートが。で、石破さんも一回自民党辞めてるんですよ、出戻りなんですよ。この人やっぱサラブレッドでしょ、そういう意味じゃん。ひいおじいちゃんの代が自民党です。ただ麻生さんのように、まあ、そういえばでもちょっと中田さんとの会話でちらっと言ってましたね、昨日の夜の中田あっちゃんとの内談で。僕は自民党の4世なんです。でも麻生さんと言ってなかったですけど、いわゆるすごく大きな会社の後ろ盾があるとかじゃなくて、僕のひいおじいちゃんは飛び職です。もう小泉組というね、もう簡単に言えば暴力団ですよ。飛び職って言ってますけど、多分ウィキペディアの情報ではもういわゆるもう暴力団の、こっち暴力団という表現はちょっとでも少なくともそういう財閥とかそういうんじゃないです。庶民的な中でひいおじいちゃんは入れ墨をして大臣です。入れ墨大臣ですからね。で、おじいちゃんは婿養子ですよね。で、お父さんは離婚してますから、あんまりそういうこういわゆる華麗なる一族じゃないんですよ。まあ、もともと小泉さんがいる地元にはアメリカのフェリーが来航したところです。裏が黒船が来たところなんで、だからこの人がアメリカにべったりなのは皆さん、まあ、これも、まあ、普通は常識的に知ってなきゃいけないんですけど、アメリカはべったりでしょ。4代前から、ね、アメリカがペリーが黒船乗ってきたところの地元ですからね。だからまだね、これアメリカに今の状況で逆らうっていうのは非常に危険だと思いますし、何よりもこの人じゃなければ、この2人だったら次の衆議院選挙自民党下手したら負けますよ。あの、過半数割れますよ。来年の夏の参議院選挙もめちゃめちゃ苦戦しますよ。それをじっくりと、今368になってますけど、自民党の国会議員たちは自分の選挙や自分の応援してくれる市議会議員、県議会議員の選挙を考えた時に、麻生さんが小泉さんと言うならわーっていくことによって、僕は小泉進次郎さんがやっぱり総理総裁になるんだろうなと思います。この2人でやるとこっち、ああどうかな、ここちょっと微妙ですね。とにかくやっぱり今最後のあのキングメーカーっていうか、まあキャスティングボードを握ってるのは麻生太郎さんになったということは間違いないので、あとは麻生さんがどのような
働きかけをするか、特にね麻生派から立候補している小石川の河野太郎さんですよね。もう河野太郎さんもどうやったっても無理ですから。今回そうすると河野太郎さんの推薦人なんかも含めて小泉さんのところにガーンと乗ってしまえば、こっちは減らないけどこっちが増えるという現象が起こりますので、とにかく麻生太郎さんが最後キャスティングボードを握ってあさっての決選投票を迎えるということになります。で最後に NHK 党としては小泉進次郎さんが総裁になることは、党としてはダメです。立花個人としては政治的思想としては丸です。でそれくらい彼が自民党の総裁になるとめちゃくちゃ選挙強くなっちゃうんで、自民党が NHK 党としては戦いづらいということになりますので、一国民としての意見と政党の代表としての意見はちょっとそれぞれ別なんで、まあ僕としては別にどっちになってもいいんですけども、皆さんに最新の情報をしっかりとお届けするということでこの YouTube を撮りました。以上です。まあ最後ですけどね、もう最終盤、進次郎さん、そして進次郎陣営さん、ぜひ頑張ってください。以上です。 NHK をブックワーズ、パチプロ政治家 YouTuber、 N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの受け取りさ、多分ないんだ、受け取りの方めっちゃ一発自信よ、めっちゃ違うよ、もうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテックワーク。